サイドキックは、フィクションに登場するキャラクターの役割の一つであり、ヒーローと行動する相棒や親友を指す。有名なサイドキックは、ドン・キホーテにおける山頂パンサ、ー、シャーロック・ホームズのジョン・ H ・イチ・ワトスン、ローン・レンジャーのトント、グリーン・ホーネットのカトバットマンのロビンなど。もともとは、19世紀から20世紀前半のアメリカで、使われていたスリのスラングだった。 ズボンの前ポケットをキックと呼び、ここに財布が入っているとスリにとっては最も仕事が難しいため、信頼のおける相棒をサイドキックというようになったとされている。また、喧嘩をするときに傍らで一緒に暴れてくれる人の意味のサイドキッカーから出たとする説もある。1928年に発表されたノックスの10回でもサイドキックに言及されている。 推理小説において、探偵の女子となる人物は、ワトスン役と呼ばれる。記録されている最古のサイドキックは、ギルガメッシュの名優で、相棒の縁起度である。ギルガメッシュ女子は、サイドキックを確認できる最も初期の文献の一つで、あり、他の初期の例は、イーリアスのアキレスとパトロクロス、及び、旧約聖書のモーセとアロン。サイドキックはヒーローに対して、 複数の役割を果たすことができる。彼らはしばしばコミックリリーフの役割を担いコミカルな行動をとる。サイドキックはヒーローより容易に感情移入できる性格、または自分自身だと想像できる人物である場合がある。そしてヒーローに質問を尋ねることにより作者に解説する機会を与えてコロスと同じ役割を満たす。好きになるのが 難しい特徴を描かれているヒーローとの感情的なつながりとして、サイドキックはよく使われる。サイドキックは誰よりもヒーローを知っている相棒であり、主人公がヒーローだと納得する理由を与える。例えば、シャーロック・ホームズは、突飛な行動を取り気難しい性格であるが、常識的で、社会的な地位もあるジョン・ウェイチワ・トスンとの友情から、ホームズが善人であると読者に説明する。 ありがとうございます。